やめ、ね、これじゃ今日は多くない、朝もちょっと怒ったもんね、ここ帰る時だけね、ねえ、わーって言ってたね、おいしい、でもいいね、もうね、6時くらいになると眠くなっちゃうね、これじゃあ酸素の紐でずっと遊んでまして一人で、そうなんだ、先っちょから酸素が出てるんでちょいちょいってやるたびに顔が酸素が来る、でもちょいちょい遊びたい、酸素が来る、そうか、そうなんだ、ね、一人遊びしてたんだ、しょうかしょうか、そんなこともできるのね、いつも構ってじゃないのね、ね、一人遊びでしたね、よかったよかった、できたで、あらら落とした、あ、すいません、多分落としてないね、そっか、一人遊びしてたの偉いじゃん、こねちゃん、そう、これだよ、おいしいでしょ、そうそう、これこれね、はい、ごめんね、はい、ペロペロ、ありがとう、おいしい、たまにさんなんか逃げてる、ね、お目に当たって逃げてる、楽ですか？ちょっとさ、鼻にこう当たらないかな、ちょっともう一回やってみるさ、されるがままだけど誰かさ、これ持ってよ、はい、押しづらいんですけど、押しづらいけど、押せたね、両手でこうやって伸ばして、こうやってですよ、めんどくさい、はい、ごめん、こんにちは、はい、そろそろお母さん、はい、これいいよ、近くでも大丈夫って聞いた気がするよ、だってお母さんはさ、だってコネちゃん酸素辛いんだから酸素がないと、押しすぎだと思う、あーちゃんね、ちょっとでね大丈夫だよ、うん、押すのもったいないから酸素だってコネちゃんがこうね、コネちゃんのこと思ってね、でもちょっとでも、ね、うん、意外とね、楽ちんになるんだよ、だってコネちゃんはずっとがいいの、ずっとがいて、こうね、微量に出てるんだよ、ちゃんと、だって押さなくてもね、出てるんだよ、ちょっと出てんだって、まあ、大丈夫だよ、結構落としちゃった、シューシュー、はっちゃんの素晴らしい、あ、そうそう、これこれこれを取りやすい、それが取りやすい、ごめんね、こねさん、こねさん、すいません、はい、こっち尻尾ブンブンしてきたな、ね、イライラしてる、おいしい、ごめんね、はい、失礼失礼、よいしょ、何か分かんない、おいしい、食べれてる食べれてる、おいしいね、すごい音したね、なんか押しすぎですよっていう音だと思うよ、それやっぱり違うよ、ハツね、ハツね、やってる最中にね、これあの緑色のやつをね潰したからだよ、やめてくださいそういうこと、壊しちゃう、味壊しちゃうよ、本当にあのお返しできないから、本当壊すのやめて、高いよ、医療経験、下の階がいないか寂しくなっちゃったじゃないの、ね、逆にこねちゃん、いつもたまにワンワン言って、ね、ワンワン言ってて、ワンワン、ねえ、慣れた頃にいなくなっちゃった、もうちょっとですよ、ごめんね、のんびりで、はい、眠そうだね、眠いんだよね、弱ってないよね、こねちゃん、ねえ、何もしてないもんね、一日、ちょっと大丈夫だよ ね、お疲れですか、眠いですね、なんかとっても眠いね、ね、ちょっとだよ、こねちゃん、酸素マスク、うん、着用、カチーン、カチーン、うん、
かな。最後かな。多いかな。ごめん。どうしますか。あっち。いっぱいだった。ペロペロ。おいしい？プッシュー。プッシュー。よし、おしまい。最後最後。よし。はい、じゃあ終わった。終わった。ありがとう、はーちゃん。はーちゃん終わりました。よし、じゃあ、あ、そのまま、あ、ちょっと、インタビュー。はーい。そうだ、歯磨き、歯磨き。お金じゃん。